チャンネルクララをご覧の皆様こんばんはこんばんは私ユウヤの切り捨てごめんの時間はやってまいります、はい、というわけで本日ここってことだといよいよ小選挙が日本でも始まったと,そうということで、えー、まあ、あ四方八方をめちゃくちゃ切りまくってみようということではい、よろしくお願いします切り捨てごめんなんですけれどもうん、うん、まああの。 えー、減税の、ねえー、活動をしようということで広げようということで、まあ、こう1年以上やってきたわけですけれども僕は、ね、すごく、ね、あの期待していることが今1個あるんですよ、はい、ついに、ねえー、解散したじゃないですか、はい、今こそ与党の中で消費税減税法案を作っていた人たちは、ね、自分の案を公表するときだろうと、うん、つまり、もうだって公認確定してるんだから今から外されないでしょ、何言っても、ええ、だからこの総選挙期間中に与党の消費税減税派の人たちは本物だったらまず消費税減税法案を公表しろよと。<laughs> ね <laughs> でですね、今公表したって大丈夫ですからね、うん、あの今から公認なくすなんてのはほとんどないはずだと思うので、うんえー、本物だったら今からやろうっていう <laughs> 話ですよね。 でそれで当選してきたらまあ有権者がそれを選んだ私はそれで選ばれましたって話になるわけで今までさんざん与党の消費税減税のね去年100人いるんだと言って集まった人たちのことをまあ偽物なんじゃないかっていう話でえまあツイッター上でもねえ問い詰めたらまあもうできてるんだ法案はという話だったので今こそ本物であるということを証明してほしいなっていうのがまず1点です、僕は一番今回ね与党の皆さんに期待していること、まあまあ、当然です。よね、はいうん で2点目としてはですね、えーまあ、<laughs> 2つ目は矢野財務次官、はい、矢野財務次官は一体何を考えているんだとこの、ねえー、総裁選のおに対してですよ突然文句言うってみたりとかです文書で出してみたりとかで、えー、総選挙は1回ずこに来るって分かっているわけじゃないですか、はい、だから、その中で政局的なことを財務次官がこう、ね、述べるというのはどういうことなんですかということで。 僕はぜひですね、えー、まあこれはまず与党がね率先して矢野の時間を、えー、このね選挙が終わった後に国会に呼びつけて、うんえー、どういう趣旨なんですかこれはというのを国会で、えー、与党 V.S. 矢野の時間をやってほしいなというふうに思っていて、ぜひこれはね野党もそれを要望してほしいと。いやだってね、はい、あの矢野さんはあれですよその去年ね中井徳太郎が炭素税の話をしたときに。はいうん あのまあ、それに対してではないけれども、結局、中井がなぜおかしいかと、中井次官がなぜおかしいかというときに、矢野主税局長時代の発言で、これ、N 国の、当時の N 国の浜田参議院議員の質問に対してですよ、はい、いや、官僚と税の話というのは、その政治家が方針を決めていただいて、われわれは税について、同性、公正ということは、これ、絶対あってはいけないんだということまで言ったわけですよ、はい、税制度の決め方について考える上で、重視している考え方があればお伺いいたします矢野主税局長。 えっと、これはまあ今委員もご指摘にされましたけれども憲法上の三大義務の一つとされる納税の義務そのルールを決めるものでございますし租税法律主義ということで国権の最高機関でお決めになられることですのであの事務屋としてあるいは政府の一部としてあの財務省主税局がど,どういうふうに税の決定プロセスがあるべきなのということを 口にすること自体、えー、僭越だと存じます。あのそれはもうまさにあのこ、えー、選出されたあ国民の代表者の間で国民の総意を、えー、決め、えー、で決めていただくということに尽きると存じます。本人がそう言ったわけね。うん、だから自分がまず自らそう言っておいて今回言うということは、うん、あのこれは見摸証にかかったから <laughs> そうですよね。あのとうとうそのポリ袋をこう丸めすぎちゃってなんかポリ袋を丸めたポリ袋の中になんか <laughs>、はい なんかそ,そういう感じ、<laughs> なんか帽子かぶって、そういう感じの雰囲気ですよ、うん、<laughs> ね、国会で役人が自分で言ったことを責任取ってほしいですよ、ね、そう。だから、そうでなければ、うん、あるいは別にそうでなければ、自分はあの、ね、増税派なんだけれども、不本意ながらばらまきをさせれたんだ、悪くないんだと言って順教者になって、はい あの財務村で、ね、生き延びていくのかとこうじゃと思いますけど、うんまあね、麻生さんから了解を取ったっていうんだったら、うん、それと同時に辞表を持っていけよと政権の、ねえー、政局に絡むことをするっていうことであれば、うん、それがまあ役人の矜持だと思うんですけどそれをしないっていうことは、まあ、国会でちゃんと吊るし上げられるっていうことをやられるべきなんじゃないのかなっていういやだってそれはあれれですよ、はい、あのそれこそ本当にこれが例えば財務省だからみんなね、うん、言わないかもしれないけど、はい、同じように勝手にね 軍を動かして、いや、占領したからいいでしょって、満州人と全くそうですよね、そこのボスの了解は取ったみたいな、そういう話なのかっていう話ですよね、陸軍大臣はいいって言ってました、そうですよね、馬鹿野郎って話ですよ。ということが2つ目ですよ、これは与党に対しての要望ですけど、2つ、二つ目は野党もやったらいいと思いまう野党は野党で、政府のガバナンスはどうなってるんだと。う あの突っ込み方はいくらででもあるんですよね、うん、で3つ目なんですけどまあね僕ね最近あの岸田さんの過去の国会の発言っていうのを洗ってみたんです、はい、そしたら岸田さんはですね20年ぐらい前40歳ぐらいの時なんですけどまあ不惑ですよもうね。はい、そのだらもう意見変わっちゃいけないはずなんですけどそ,のそっから、えー、その時何言ったかっていうと。 まあ自民党のことですよ、えー、小さな政府を目指す保守政党にえ所属してる認識だったようなんですよ、今 <laughs> 回、らサッチャーとかレーガンが改革を進めていって、でその行政機構が小さくなるから、えー、NPO の役割が重要ですよねと、でこれはね小さな政府を目指す保守政党に所属してる私がみたいなそういうことを言ってるわけですよ。岸田さんですよそのもうね まあいいんですよ、別に、あのー、意見が変わっていくっていうこともいいのかもしれないけどあ、えー、自分が国会で発言したこと20年前に発言したことっていうのを忘れちゃいけないですよね、やっぱりだから、まあ、<laughs> あの変えるなら変えるでね、<laughs> はい、いや、あの時きは認識は間違ってましたと<う>状況が変わったんだと、はい、いうことはあってもいいと思うんだ,、ね、だけど、それ言わないとね。ということで、やっぱり、ね、過去の国会の議事録っていうのを、ね、みんな軽視しすぎてるだろうと思っていて。 そのね、野党もね。代表質問するんだったら、過去の岸田さんのね国会の議事録を調べて、あんた昔こう言ってたでしょ？と言うべきだと思うんですよね。で、なんでいきなりそんな転換してんですか？という話だと思うんですよ。だそういうようなことっていうものもこれはね1つ争点にしてほしいなと思っていて、なぜかというと岸田さん言ったことをすぐせね。撤回するじゃないですか。ま金融所得増税撤回したらいいんですけど、いいんだけれども。そんなね。ちょろ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 撤回するような。 えー、自分のね政策的な理念も含めてですよ。そんなことでいいんですかっていうのはまあ、問われるべきだし、えー、むしろ僕はねあの岸田さんには20年前に戻ってほしいというふうに思ってるんですよ、ね。うん、サッチャーとかレーガンがいいみたいなこと言ってたわけだから、そのまあ、というか少なくともその流れについて解説するようなこと言ってたわけですよ国会で。うんえー、だかそっちに戻れよというのはまあ、岸田さんに対する要望ですかね。はい。えー、そしてま野党の皆さんに関していくと、野党の皆さんに関。 してはまあどんどんね減税の話と規制改革の話をしてほしいなというふうに思っているんですね。そのなんでかというと与党は言えないじゃないですか。うんうん、与党は言えないんだけど、でも野党が減税と規制改革の話をすると、与党が増税と規制をもっと増やしますってのは言いづらいじゃないですか。だからそういう状況をぜひ野党の皆さんには作ってほしいなというふうに。 え思うし、なんでね一緒になって増税みたいな話してんだと、ふざけんなと、<laughs> そんなことはね与党が言ってるんだから野党が言う性ないんだよって話、うん、だというふうに思ってますね。はい、なんかね、そのどん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 その、いや、多分魔族気が強いんですよね、うん、なんでそんなに負ける方向に行くんだと <laughs>、そういうふうに思うんですよね、<laughs> 負けたいの、そんなにっていう。いいいや勝ちたたくくななんんででしょあそううすね、はい、責任取りたくないから、うん でね、結局、まあ、いろんな政党がマニフェストを出したじゃないですかでよくねマニフェストよく読みましょうみたいな話とかね言ったりするわけじゃないですかねうん、うん、メディアの人とかね言ったりとかもしくは学校の授業で各政党のマニフェストを比べてみようみたいな最近あるらしいそういう授業で。なんだけれども、えー、マニフェストっていうのはですねそこの政党がこういう利権を我々大事に思ってますっていうのがずらーっと上から下まで全部並んでるだけの話やって。 あのいわゆる無党派層とかねそれに関係ない人にしてみたらどうでもいいものが書いてあるんですよもうむしろその自分がもらえないもののリストなんですようん、うん、マニフェストっていうのは関係者以外にたもらえませんからあれ。と、えー、い,<や>いうことで、まあ、あのこの本「無駄をやめたらいいことだらけ」っていうこの豚さんの本なんですけれども、えー、つまりねそのマニフェストっていうのはね無駄の塊なんですよ。 そのマニフェストがなんで無駄なのかっていうこともちょっとこっちの本を読んでもらえば分かるかなっていうふうな学校で子供に教える時に、はい、例えばその国債をその国の借金政府の借金じゃなくて国の借金というのと同じような形で、うん、国会議員っいうのは国民の代表じゃないっていうことをちゃんと教えなきゃいけないんです、うん、国会議員はあくまでも支持者の代表だって、うん、支持者の代議員なんであって。うん あの国民全体を代表してるわけじゃないんですよもちろん結果的に、ねうん、代表することはあり得るんだけれども、うん、その日本がものすごい数の選挙区があって、うん、で日本だと例えば北海道と九州は全然違うし、うん、海沿いの地域と内陸部は違うし都市と農村ではう全部違う、うん、それぞれの立場の人たちがそれぞれの立場を代表して出てきているだけであって全国民共通に代表するなんてことは基本的にあり得ないです、うん、であくまでもその国会議員っては国民の代表じゃなくて支持者の代表なんですよと。うんうん だからその支持者が誰が支持してるんですかその支持者に向けて話しているのがマニフェストなんですよというあの形の説明をしないとだから多分、学校の先生が安直にその国債を国の借金といううふに言い換えると同じでいや国会議員は支持者の代表なんです国民の代表じゃないですあくまででも支持者の代表なんで,すあのでだから逆に言うと我々は支持者としての声勢力を作らなきゃいけないんですよ。そううなななきゃゃいいいいけふにちゃんとと言わないと それが例えば政党という形を取るのか別の形なのかそれはいろいろあっていいと思うし多分おそらく日本では政党になっちゃうと吸収されて多分おかしな話になっちゃうしまあそこまでいけるとものすごい時間がかかるから僕らが目の黒狂ゃうちは無理だと思う現実問題ね <laughs>、はい、でだからあのやっぱりその、ね、子どもにやっぱそういうふうに教えないと結局マニフェストというのはタックスイーターの人たちのリストなので、うん、えそれを見ても、ねえー、しょうがないでしょうと。でえー、我々側から あまあ、そういう、ね、利権の中に、ねえー、どっぷり使ってる人たちじゃない人たちの側からの、まあ、選挙の争点であるとか考え方っていうものをしっかり提示していかなきゃいけなくて、えー、だから、えー、この時期にですねこのね「無駄をやめたらいいことだらけ」っていう本を出したんですよつまりあの総裁選のさなかに、うんえー、各、ね、総裁選の候補者がみんな本出してる時にですよ、えー、政治の本を出すっていうのは無謀すぎるだろうっていう <laughs> 話だったんですけどでもね、あのー、まあよ 4人いいたわけじゃないですか総裁選の候補者って、うん、で今もねいろんな政党ありますけれどもその中に提示されてない本当のね私たちの代表っていうものをどうやって見つけたらいいかっていうことですよねもしくはまあね一部そういう、まあ、私たちの代表の人そのタクスイーターじゃない人たちの代表の人たちの政策っていうのはどうやって見分けたらいいのかっていうことをこちらのですね 無駄をやめたらいいことだらけって本の中に、えー、入れて、えー、あるのでぜひです、ねえー、総選挙のうん際にです、ね、いろんな政党の人たちがテレビで何か行ったりとかあマニフェスト読んでくれとかいう人たちもいますけれどもそっちじゃなくてこれ読んでほしいなってじ自分のでも、ねはい、あのマニフェストは逆に言うとその投票日過ぎたらね、ええ あのまあ、価値がないとは言わないけれどもそうん、あのいう日までのものってありますけど、はい、これはまあその1年でも2年でも、ねうん、ずっとまだ生き残る本なので、うん、今後ねだやっぱりこっちらを読んだ方がいいですよ。うん、で新しいい政治勢力っていうかあ、まあ、今までのね、えー 失われて30年間を作ってきたものではないものをきちんと作っていかなきゃいけないっていうことをみんなでやっていけるそういうきっかけになる、ね、総選挙になったらいいなと思うんですね。そもそも政権変わっていうから1か月で総選挙やるとか意味不明でしょ <laughs> その、ね、国民をどんだけバカにしてんだという話だと思ってますんで、うん、国民が常に学習をしてそしてちょっとしたねそういうめくらましみたいなものに騙されない、まあ、別に僕はね えー、今の与党であろうが野党であろうがどっちもそんなにいいと思ってないですよその、ね、両方ともタクいたの政党なんだから。<laughs> なんだけれども、えー、国民自身が賢くなっていって自分たちの争点というのを彼らに対して飲ませていくということ、えー、そういったこと一つ一つをやっていければいいなと思ってますし、えーまあ、それができるまではあ切り捨て続けるという話ですね。<laughs> というわけで、はい、あの無駄をやめたらいいことだらけ。はい この本は無駄じゃないですから、ぜひ、あの、ぜひ、ブックオフなんかに売らないで、ちゃんと。手元に置いてです。ね、何度も繰り返してお読みいただければと。え、ワニブックスから、え、千七百円プラス税で、絶賛発売中でございます。無駄をやめたら、いいことだらけ。無駄をやめたら、いいことだらけ、なんか選挙風に連呼してしまいましたが。あの、何卒、あの、こちらの。世界はいつでも不安定と、セットで。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。官僚機構に統治能力がなくなって。いる。 シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党の官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですねだから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではないなんで彼らはそうやって制限を加えるのか政府に命令されて縛られたがってるんですよ 本当にそれでいいんですかっていう問いかけなんですよねだから我々自身が自分たちの頭で考えみんなに広め実現していき豊かで強い国を作らなければならない